はい。それならございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日はアポイントが欲しい時の頼み方ということで、まあ、テレアポのクロージングですねあの。テレアポする最後のゴールっていうのはアポイントくださいなので、まああの、アポイントくださいと言って、イエスがもらえるトークの仕方についてですね、お伝えをしていきたいなと思います。で、これですね、あの実際に私が過去にというか、新卒の時に、まあ、たまたま生まれたトークなんですけど、あのまあ、どうしてもアポが取りたいお客さんで、あのとっさに出た一言。 打ち合わせさせささてくださいでいつも商談の時にお伝えしている事例があるんですがこの事例を聞けただけで価値があったと言ってもらえるお客さんがたくさんいるので絶対後悔させませんのでぜひ一度お知らせの機会をいただけませんでしょうか。 っていう形の投稿をしたんですね。えー、ここの裏話はですね、事例は全く持ってなかったということと、そんな資料もなかったということと、そんな情報も一度も整理したことがなかったということで、言ってしまえばその電話のタイミングでは嘘になってしまうので、まあ、商談のタイミングでそれが嘘にならないようにですね、えー、3日後のアポだったんですけども、えー、2日徹夜をして資料を作ったという苦い思い出があると。でえっと <laughs> まあ、よくないわけですよ、嘘は。なので、う、まあ、嘘じゃなくしたというのが、まあ、頑張ったなって話なんですが、テレアポの時って、これ、すごく大事な話で,です、ね、あの打ち合わせさせてください、時間をください、ご挨拶させてくださいっていうのは、これ、営業がやりたいことなんですよね。なので、相手が別に打ち合わせしたいとも思ってないですし、時間をあげたいとも思ってないですし、挨拶したいとも思っていないので、お客さんがやりたいことに一個もなってないんですよ。でじゃそもそも商談って、お客さん、に何のためにやってるのかって言えば、意味や価値ならああ、意味や価値な ある話が聞きたいとかですね、えー、面白い話が聞きたい、聞ける、で打ち合わせ自体が楽しい、話すことが楽しいっていうその相手側にとってメリットであったりとか、商談をする理由がないと、 まあ当然、合わないわけです。合う意味がないんでね。なので、しっかりとその理由を明示すると。なので、さっきの話でいけば、いつも商談時の時にお伝えしている事例なんですが、この事例を聞けただけで価値があったと言って、後悔した喜んでもらえてますので、えー、ぜひお茶をいてください。絶対後悔させませんということで、相手側にとっては価値がある話を私は絶対持ってくんで、打ち合わせの機会をくださいねという理由があるわけですね。 なので、少しイメージしてほしいのは、例えば担当者と電話をしていて、上司とか社長からです、ね、なんかこの予定入ってるけど、何の打ち合わせなんじゃみたいな話をされた聞かれたときに、あこれ、なんか突然営業のテレアポだったんですけど、なんか他社の事例を持ってくるって言って、絶対後悔させないって言ってたんで、まあ話だけ聞いてみようかと思いました。 っていうふうに上司や社長に説明できれば、ああ、そうか、分かったみたいな形になりやすいんですよ。でそれが要は理由なんですよね。結局、誰かに突っ込まれたときに説明ができる状況を作ってあげる。それは自他ともにですね、お客さん自身もそうだし、誰かに聞かれたときにもそうやって答えられるような環境、理由っていうのを先に準備しておいてあげれば、ハポイントの確率っていうのは当然上がりますよっていうことをですね。 でもう一個俺心理学的な背景もあって、カチ差ー効果っていうのがあるんですよ。これっていうのは、理由があるかないかっていうことが、イエスを引き出せるか引き出せないかを決めるっていう心理の研究結果なんですけれども、面白いのは理,理由の中身ではなくて、理由があることが大事っていう、そこに違いがあったっていう話ですね。なので、テレアポをするときにも、ちゃんと相手が会う理由を明示して、アポイントの約束を取り付けていただくと、アポ率っていうのは変わってきますので、ぜひ参考にしていただいて、テレアポ。 成果を出していただきたいなと思っております本日は以上です